C3 リーグ第5節、東京ジャパンシティ対セレブリティのゲームをこの時間お送りします。4試合を終えて3勝1分けの東京ジャパンシティ、一方1勝2敗1分け降格してきたセレブリティが2位と11位の対決です。実況は木戸翔太、解説は安藤和弘さんでお送りします。安藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスタメン紹介に参りましょう。まずはホームの東京ジャパンシティ、ゴールキーパータワーオブ東京、ディフェンダーは左から日村健信、ゴンサロ自販機、ドラケンサントス、そして何といっても注目の新加入風丸一郎太、現役復帰はおよそ1年ぶりになります。ミッドフィルダーとフォワードは前節から変更がありません。注目はここまで東京の攻撃を司っているイヌエスタ、そしてチームトップの3ゴールを挙げているセブンイレブンフェルナンデス。前日のゲームでイービルビナンが敗れたので、東京は今日勝てば単独首位に浮上します。一方のセレブリティーネ、今日は前節からスタメン8人を変更してきました。1年でのカオスリーグ復帰を目指していますが、4試合を終えて1勝1分け2敗、まあこれ以上出遅れないためにもここで勝利が欲しいところでしょう。注目の一戦は間もなくです。これファールを取った、これカイジのファールを取りました。ガズマルが蹴ります。あともなんか潰れた、ネコマル来た、さあネコマル、さあネコマルどうする、カニエイスさん、これをクリアしました。パスはセレブリティーナ、マット、カニエイスト、カイジ、カニエイスト、ガニエイス、そのまま左足でクロスを入れてきてタケル、ハーゲンタケルのシュート、ガニエイスをこの位置からクロスを入れてきました。ハーゲンタケルのシュートでした。セベリン・フェルナンデス、マイキーノス、これをカットしてガニエイスを前に送ってガイジ、マット、ガイジ、ガニエイスをガイジ、必要にこの左サイドが攻めてくるカイジ、カズマルのいる左サイドからも果敢に攻めてクロスを入れていく人、マット合わせてシュート決まった、決まった、先制点はセレブリティーナ。前半の11分マット、前半の11分マットのゴール、セレブリティーナが先制しました。まあ、セレブリティーナとしては何度もこの左サイドから作っていた形が見事なんじゃないでしょうかね。素晴らしい崩しでしたね。うまく左を崩してここでカイジが入れてきて合わせたのはマットでした。綺麗なゴール。先制点を許した2位の東京ジャパンシティ、このまま食い下がるわけにいかないでしょう。ここを抜けたセブンイレブンフェルナンデス、あと抜けてきましたね。どうする、前に持っていく、一人かわしてセブンイレブンフェルナンデス、セブンイレブンフェルナンデス、ミライトはマイキーヌス、ガッと、これはちょっと乱れました。今度は左サイドからセブンイレブンフェルナンデス、中にクロスを入れてきましたが、これ跳ね返します。セレブリティーナ、またこれボール拾ってマイキーヌスからカネキ、カネキがどこに送るか、イニエスタ、左サイド、ケンシン選手が上がってきましたね。うまく相手の相手でパスをつないで回している日村ケンシン、日村ケンシン、クロスを入れてきて、これはミライトに合うか、これは合いませんでした。またセレブリティーナクリアです。ミライトはマイキーニョスから、このまたカズマルを使った、さあオーバーラップしてきました。カズマル、注目の選手、カズマル、クロスを入れて中にもこれ弾かれません。しかしこれボールを持ったカネキ、またミライトは、ミライトは左足、ミライトは左足のシュート。カズマル選手、まあ自分のねサイドから1失点やられてますんで、まあなんとか攻撃で結果を出したいという気持ちが強いオーバーラップでしたね。フナットが前にボールを送っていきます。アイミオン、アイミオンのクロスはこれは弾かれました。さあこのボールを拾ったイヌエスタ、日村健信、前に送ってセブンイレブンフェルナンデス、イヌエスタどこに出してくるか、あっとこれは抜け出した、これはうまい、これはうまいぞ、これはうまい、これはうまい、セブンイレブンフェルナンデス同点、東京ジャパンシティ、イヌエスタの見事なパス一発で東京ジャパンシティが同点に追いつきました。セブンイレブンフェルナンデスは今季4ゴール目、イヌエスタこれで4アシスト目、
セレブリティの守備陣はちょっとボールウォッチャーになってましたかね。まあ、それにしてもイニエスタ選手の空間を切り裂くパスは見事でしたね。同点に追いつかれましたセレブリティーナ、ナット、キャニエイースト、今日はこの前半左からチャンスを作っています。カイジここも抜けてくる、カゼマルを出し抜いてクロスを入れる、これは弾かれる、ナット、キャニエイースト、ここに上がってきた、アウトサイズのおしゃれなクロスからタケル、ハーゲンタケルがまたヘディングシュート、カニエイーストからハーゲンタケルはこの試合2本目、うまい攻めを見せていますセルベルティーナ。2点目も間もなくというところでここで前半終了です。さあ後半始まりました。まずボールを持つのはセルベルティーナ、アイミオン、アイミオンからパープリオ、もう一回アイミオンを使います。アイミオンのクロス、これはカズマルが跳ね返しました。マット拾ってまたカニエイースト、左から素晴らしいクロスを供給しているカニエイースト、中に侵入してきましたカニエイースト、カニエクロス、これはオンゴールか、これはオンゴールか、ゴンサロ自販機の頭に当たってこれはオンゴールになってしまいました。セレブリティの再びリード、東京ジャパンシーとしては痛すぎる失点。それにしてもカニエ選手の攻撃への絡み方が見事ですよね。まあクリアしようと思って体を慣れしてるんでね、ちょっと当たりどころが不運だったんでオンゴールになってしまいましたけれども、自販機選手を攻めることはできないですよね。東京ジャパンシティは選手交代、マイキーニスを下げて両を投入します。続いてきたセレブリティーナ、3点目を奪えればかなり試合を優位に進めることができますが、倒された、これカネキにイエローカード、カゼマルが抗議に行っていますが、これはくすがりません。フリーキックのチャンス、クサンギーニョ、イクティオン、マット、うわ、うまくボールを運んでいくが、これはカゼマルがクリアしました。先ほどイエローカードのカネキ、リョウ交代入って、リョウ選手を使ってうまく攻撃したいですね。セブンイレブンフランス、ミライトはイニエスタから下がってきて、カズマルをよく見ていたが、これは惜しかった、これは通りませんでした。通っていればチャンスでした。ゴールキックからミライトはつなげるか、リョウワンタッチで出してきた、これがセブンイレブンフランスに通る、セブンイレブンフランス、セブンイレブンフランス空いていた、空いていました、セブンイレブンフランス、ルーズボールに反応した2対2、80分、東京ジャパンシティ今日2回目同点に追いつきました。セレブリティが1失点目もそうでしたけど、結構ボールウォッチャーになる傾向があるんですよね、ディフェンダー陣が。これも両選手がおそらくここのところで出してこないだろうという守備をしていたんでしょうけれども、東京ジャパンシティとしてはそこをうまくついた同点ゴールになりましたね。見事なこのワンタッチフライパス、ピンポイントでセブンイレブンフランスに通って、ちょっともつれましたがこぼれ球を再び押し込んで、東京ジャパンシティ2対2。さあここから逆転ゴールなるか、勇気の出る同点ゴールが決まりました、東京ジャパンシティ。さあ流れは完全にこれは東京ジャパンシティか、リョウ、イヌスタ、ネゴマルクロス、カズマルを狙ったがこれは通らない。ちょっとカズマルもライブ終盤に来てかなり足に来てますかね、まだコンディションは 100% ではないでしょう。カズマル、ミライトはイヌスタ、ネコマル、カズマル上がってきた、さあまさかカズマル、おっとこれはネコマルこぼれて、っとこれはクリアされる、そしてここで試合終了。白熱の一戦は2対2で終わりました。東京ジャパンシティは首位浮上のチャンスを逃しました。